ですよ。体が動くんじゃなくて、ですよ。私の見てください。私の手はまっすぐですね。ここからぐーっと観察してください。どういうふうに私が手を伸ばすか。どうなりましたか。どうなりましたか。どうなりましたか。こうじゃないですよ。こうなったままじゃないですよ。体が動くんじゃなくて内臓がこう動くことによって手が伸びるんです。これはだから筋肉体操ではありません。これはだから中からやってください。もっと他のことを言いましょうか。もう消化できますか、今までのこと。もっと同じポーズをね、もっと哲学的にやるってことはどういうことか説明しましょう。これが体ですね。ここは心があります。ここに体が主語でね、心が目的です。だから内なる自己を見なければいけないんです、このポーズで。体は主語だから、体が目的語である心を動かすんです。こういうふうにして心が体に届くようにします。Yep.